ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。左にエンドを取ります。白のユニフォームに身をまといます。世界選抜ゴールキーパーにケルクワ、ディフェンダーにポープ、ジェニオーワ、ミリー、ミッドフィルダー、ラパス、レナト、レチェーバ、ソラーノ、タコ、フォワードにマティスタ、クルス。システムは352、サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。対戦します。青のユニフォームを身につけます。欧州選抜ゴールキーパーのフライト、ディフェンダーのモア、アルディーヌ、メリンク、ジャニーニ、ミッドフィルダー、デュジャルダン、ソーザ、コルヘロペス、セドルフ、ジダン、フォワードのアンリ。システムは451、戦術は主に中央突破です。両チーム記念撮影が行われています。ではピッチ上のジローラモさんを呼び出してみましょう。はい、こちらレポーターのジローラモでございます。ピッチコンディションの方はいかがですか？このぐらいのコンディションなら大丈夫。わかりました。何かありましたらよろしくお願いします。はい、頑張ります。さあ始まりました。前半45分のキックオフです。タコ、ここはパス、メリンク、いい読みでカットします。ラパス、ボールを回します。通るか、さてどうだ、ガーッと決まった。世界選抜、これは主導権を握る得点。1対0。VTキックオフしました。セドルフ、デュジャルダン、さあ大きく出した。コーナーキックの場面です。折り返した、来た、世界選抜突き放します。2対0。リプレイ、キックオフされました。コルヘロペス、パスをつないでいきます。ここは止めました。ジェニオール、バティスタ、面白い、中に絞ってきた。キーパーです。ここで長いホイッスル、バティスタ。今日の試合でなかなかいい動きを見せていますね。いいプレーしてましたね。この分なら後半もいい調子でいけそうですね。運命の45分、後半開始のキックオフです。デュジャルダン、ここは大きく出します。時間は後半開始直後、2対0、世界選抜、どう展開していくか。しかし木村さん、ラパス、人並み外れたスピードをその体に備えています。これは大きな武器ですよね。そうですね、彼の活躍次第で試合が大きく動くかもしれませんよ。本当にそうですよね。レチェーバ、うわー、来た、これすごい、世界選抜、後半開始直後、あっという間にボールを奪いました。3対0。リプレイです。すごい、まさに芸術というふうにふさわしいプレイです。今のプレーは夢じゃないですよね。サッカーはまだまだ奥が深いね。キックオフされました。コルヘロペス、セドルフ、ここはパス、右サイドから攻めます。きれいにつなぐ、これはいいボールだね。
これが決まった。追加点のゴール、世界選抜差を広げます。4対0。今のゴールシーンです。大きな点差をつけました。素晴らしい得点力です。今日はチームの状態がいいようですね。キックオフされました。フライヤージャンドサーン、ここは大きく出します。パスをつないでいきます。どー、これは笛、審判が選手を呼びます。あーっと、ここでイエローカード、これは微妙じゃね。さあ、このフリーキックはチャンスとなります。いやー、これは怖い距離ですね。さあ、どうきますかね。バティスタ、あーっと、決めてきました。バティスタ、素晴らしいボールを蹴りました。5対0。リプレイです。勝利をさらに決定づける得点が入りました。サッカーは何が起こるかは分かりませんが、まあ安全圏でしょう。キックオフです。フライヤー、長いボールを出した。コーナーキック、ファーサイドに行った。キムコキン、これが決まった。スタジアム大歓声です。見事にゴールネットを揺らしました。6対0。今のゴール、キックオフしました。セドルフ、ジャンロッサーン、ロングボール、ここで試合終了。ご覧いただいた通り6対0で世界選抜大量ゴールを奪い勝利しています。試合が終わって、なんというか、こっちより脱力感がありますかね、これ。いやー、すごかった、木村さん。